というわけで皆さんこんばんは、首謀者王子でございます。現在ねちょっと緊急で動画回してるんですけど、その緊急で動画回してる理由としては、今回のサンダージャンクションの無法者のボーナスシートについてちょっとね語りたいからです。あのね、サンダージャンクションの無法者のボーナスシートむちゃんこ強いな、びっくりしたわ。てかこんなに強いんだったら先出してくれよ。あの、大体ね、このカードプレビューって、最初の方に強いの見して、後の方がっかりっていうのが多いんだけど、今回のサンダージャンクションはね、あの、かつてないほど後が強いね。特に今、今日は紹介してないけど、あの、ビッグスコアのね、ボーナスシート、やべえだろ、あれ。あれだったらさ、エピローグブースター普通に発売してくれてよかったよってので、なんかあの、なんだろう、おちょくってんのかな。あの、君たちがいらないって言ったからこういう風にして出しましたみたいので、なんなん今回のカードプレビュー、めちゃめちゃワクワクするんだけど。まあ、ていうので今回の動画シリーズの最初の方に、まあ、サンダージャンクションの無法者のボーナスシートそこまで期待できないかもしれませんね、てへぺろみたいなこと言ってたけど、あいつマジでアホだろ。うん、というわけで、まあ、あの、今顔こんな風になってるんですけど、まあ、これには理由がありまして、あの、ちょっと悪事を働いてまいりましたね。まあ、あいつはあの、今、上でおねんねしてるよ。うん。だからもうあいつはもう二度と出てくることはないんじゃないかな。まあ、っていうので今日はサンダージャンクションの無法者のボーナスシート全64種類について語っていくんですけど、まあ一応ね、冷静に考えたら意外とそんな熱くないかもしれないっていうことがあるかもしれないんで、今日は64種類全部語りつつ、まあどれがどれぐらいの値段かとか、まあどれぐらいその再録望まれてたかみたいなのをね、語っていこうかなと思います。まあ冷静に全部語りきったら意外とそんな期待値高くないというか、なんか微妙なのばっかりかもしれないから、まあ白のカードからね、全部順々に語っていこうじゃないか。で、白のカードまず1枚目、力戦の束縛でございます。開幕からね、相当ありがたい再録来たね。そう、力戦の束縛は、まあ、割りかし最近のカードで、団結のドミナリアのレアのカードなんだけど、まあ、その登場して以降、まあ、スタンダード、パイオニア、モダンと、かなり活躍続けてるカードなんで、まあ、今でも2000円以上はするんじゃないかな。まあ、大体2000円ぐらいかな。で、この後もさ、おそらく、その団結のドミナリア、スタン落ちした後とかも、パイオニア、モダンではさ、もう変わらず使い続けられる強力カードなんで、だからね、普通に考えたらまあ値段上がっていく一方なんだよね。うん、やっぱその絶版になった後のカードって、もう基本的には上がるしかないから、まあ使われるカードに関しては。だからね、それがまあこのタイミングで手に入るのは、嬉しいんじゃないかな。そう、なんだかんだで団結のドミナリアも、もう今年はまだスタン落ちするか。今年スタン落ちするのかな、ちょっとそこは定かじゃないけど、まあもうそろそろね、買えなくなってきたりもね、するセットなんで、まあだからそんな力戦の束縛のあの再録はありがたいんじゃないかな。で、カードの効果についても、まあその5マナエンチャント瞬足で、まあそのリング系除去内蔵してて、その基本土地タイプにつき1マナ軽くなって、まあ最安で1マナで放てるその万能瞬足除去なのよ。だからまあリミテッドにおいても、まあ今回なんだろうな、まあそこまでその土地カウントできるカードはないけど、とはいえ2色で別にそんな問題ないからね。二色デッキで、まあ、十分普通の性能してて、で、三色使うデッキだったら、結構壊れリングになるから、まあ、力戦の束縛そうですね。まあ、リミテッドでも使えるし、再録としても非常にありがたい一枚でございます。まあ、当たったらかなりバックアドです。1パック660円って考えたら、まあ、3パック以上には相当する価値ですね。で、次のカード。で、次のカードが強者破りでございますね。まあ、強者破りはそんなありがたい再録じゃないかな。結構そのストレージとかに100円で刺さってるカードなんで、まあ、大体100円ぐらいのカードですね。逃走者2014かな。なんか、ナヒリのデッキかなんかに入ってたカードで、まあ、5マナソーザリーでクリーチャー1体対象として、そのパワーよりも大きいパワーを持つ全てのクリーチャー破壊っていう、まあ、こっちにちっこいのがいたりすると、まあ、相手の戦場でっかいのばっかりだったら、まあ、一方的に虐殺できるカードだけど、まあ、やっぱりそのクリーチャー対象取らなきゃいけないから、その対象取ったタイミングとかでフィズっちゃうともう何にも起きないんで、結構打ちづらい全除去かつ、あとそのなんか運布テンプっていうか、そのなんかお膳立てがいるからさ、そのパワー1以上殺したかったら1を置いとかなきゃいけないし、なんかでっかいのいたらさ、こっちの戦場も巻き込まれちゃうしっていうので、まあ、なかなかね、使い勝手悪いからあんま強くないかな。リミテッドにおいても、まあ、リミテッドだったら強いかな。まあ、なんとも言えないけど、基本的にはそんな強くないよりかな。シングルシンボルだから、まあ、リミテッドで使えるかもっていう感じのカードでした。で、次のカード。で、次のカード、最下装備。まあ、これもね、あんまありがたくないね。まあ、こんな感じでありがたくない再録が立て続けに来ると、あ、まあ、別にそんな興奮しなくてもいいのかなっていうので、まあ、冷静にさせてくれるね。まあ、ウルザズサーガからあるカードで、まあ、定期的にあるかな。まあ、最近はあんまないけど、まあ、新枠になってからも再録されてるカードで、3マナのオーラで、オーラされてるクリーチャーが、全部のダメージを受けてくれるっていう。のでまあなんだろう、タグネス高いやつとかに貼っつけると、もうこっちノーガードでこれからずっと戦闘いけるんで、でタグネス10とかさ、その12みたいななんかバグってやつに貼っつけちゃうと、もう相手完全にさ、こっちにダメージ与えられなくなるんで、まあうまいこと決まると強いかな。あと破壊不能とかにつけてやることによって、もう何点与えてもそいつずっと生きてるから、まあ永久のそのダメージ痴漢期間が
完成するみたいな最下層民ですね。まあ強いか弱いかで言ったらもう全然強くないカードだな。まあ昔ながらのなんか面白コンボができるかもよっていうのと、あとまあリミテッドやっててなんか懐かしいカード使えるのは結構マジックおじ的には嬉しいのよね。だって俺例えばそのなんだろう、秘境の処罰者とか出てきたらもう興奮してもう絶叫するもんな。だからそれぐらいなんかマジックおじ向けに入れてくれてるカードな気はする。なんかあんま別にそのシステム上は強いかどうかで言うと微妙かな。あとまあこれ最下層民で俺使ったことないけど、対戦相手のクリーチャーに貼っつけると、まあそいつが代わりに食らってくれて、まあ死ぬみたいな、まあある種その除去にもなるんかな。まあ一応なるわな。うん、てかそうやって使うのかな。なんか俺全然使ったことないからピンときてないけど、マイトのクリーチャーに貼って殴ったらそいつ死ぬぞみたいな、なんかそういう駆け引きをするカードなんだろうか。なんかそれだったらあんまコスパ良くない気するけどな。まあ次のカードで、次のカードが未達への旅でございます。未達への旅はね結構ありがたい再録なんじゃないかな。まあ値段そんなしないけど、なんだろう、そのパウパー需要があるのと、買うとなんだかんだで2、300円するっていうので、まあアンコモンで収録されてるから、まあ一番出やすいレアリティなんで、そうですね、まあそれが今回収録されてるのは結構嬉しいポイントかも。でカードとしてもねなかなか強いんだよ。その2マナエンチャントで戦場出た時にクリーチャー一体対象として追放すると、でこれが戦場離れた時にそれが戦場戻ってくるっていうので、まあ1マナ軽くなった忘却の輪だけどクリーチャーしか対象に取れないと。ただクリーチャー対象取れたら基本的に除去ってさクリーチャーに当てたいもんだから、だからその1マナの差でそのエンチャントもアーティファクトもプリンズウォーカーもいけなくなっちゃったけど、クリーチャーいけるっていうので結構強いカードなんだよな。というわけで未達への旅は多分レアリティ的にもリミテッドでバカバカ飛んでくると思うんで、結構なんだろうな、なんかそのゲーム的には面白いカードだと思いました。で次のカードで、次のカード、ルケーの道。もうルケーの道も再録しすぎだろ。かつてはね非常にありがたかったね。そうまあモダンの顔役とも言われてた非常に強い状況で、そのレガシーのソープロに対してモダンのルケーの道っていうので、一時期はね1000円以上してたんだけど、もう今となっては多分100円とかで買えるんじゃないかな。まあ1マナインスタントでクリーチャーを無条件追放すると、その代わりそれのコントローラーがライブラリーから基本土地1枚持ってきて、まあ戦場にタップインで出せるっていうので、まあ序盤に打つとね結構そのなんつうんだろうな、コスパ悪いというか、やっぱ相手マナ伸びちゃったらさその後のアクション強いから、1マナで葬れるとはいえやっぱりそこがねなんかネックなんだけど、終盤打ったりするとその2アクションもしやすいし、あとまあ土地1枚伸びてもさそんなもん何もやることないから、だからね、ルケーの道はね、なんかパッと見るとね、なんかコスパ悪そうって思うかもしれないけど、使うとね、めちゃ強いカードなんですよね。まあ、あとなんだろう、特にコントロールデッキとかが、なんか早いアグロとかに打った時に、そんな土地伸びても意味ないじゃんみたいな展開が多いから、結構カードとしてはね、意外と使うと強いっていう、部類のカードですね。まあ、リミテ向きかな。そうですね、リミテでは結構ね、なんかお世話になるというか、まあ、結構最強除去の一角だと思うんで、まあ、無条件追放だからね、破壊とかじゃなくて追放だから、まあその除去体制も買わせるんで結構いいカードです。で次のカードで、次のカードが劇場の報復。劇場の報復ってなんだっけ、あれか、そのシンクのちぎりにあった古文のカードが、まあ2マナインスタントで、まあ、激渋メカニズム切除っての持ってて、その切除マナで払うとその効果のカッコの部分が消えるっていうね、結構なんかまあカードゲームっぽいじゃカードゲームっぽいんだけど、なんかすごい不思議な能力なんですよね。だからこれの場合だったら、カッコ攻撃っていう部分が抜けるから、普通に打ったら攻撃クリーチャー1体は破壊だけど、切除マナで打つとクリーチャー1体破壊に変わるっていう、まあそういったカードですね。なんか他にも書き方あるだろうけど、なんかカードゲーム的にはなんか正しい書き方な気がするかな。で、このカード自体はもう10円とかで多分、その辺に刺さってるだろうな。てか、なんなら俺ん家にあるやつだったらみんなタダで持ってってもいいよってぐらいその辺に適当にあるんで、まあだからマジで10円のカード、なんだろうな。まあだからその再録としては全然ありがたくないけど、そのリミテッドやる上では面白いスパイスになるカードかな。まあでもないか、なんかリミテ的にはそこまで強くないんだよな。まあ一応悪じゃ働けるけど、なんか除去としてなんかもっといいのあるだろうっていう気がするんで、まあとはいえ使うカードだから、まあそうだね、今後覚えておきたい一枚であります。で次のカード、というわけで、まあ白のカードはこんな感じだな。白のカードは今のところありがたいのはまあ、力戦の束縛ぐらいか。まあ、とはいえ各色に1枚あったら結構十分だと思うし、まあ、この後ね、続々と強いカード出てくるんで、まあ、皆さん期待して待っててください。で、次青のカードで、青のカード1枚目ね、マナ吸収でございますね。マナ吸収をリミテッドに、しかもそのスタンダードのリミテッドにぶち込もうという精神がね、なかなかぶっ飛んでるような。そのマナ吸収は、その完全にカウンタースペルの上位互換なのよ。だから、そのカウンタースペルが使えるモダンでさえも使えない強力な呪文で、てかなんならレガシーでも使えないからな。意味わかんねえから。だって2マナでさ、無条件で打ち消してマナ出るんだよ。はあじゃん。
そうだからそのヴィンテージ級のカードをそのリミテッドカードしかもそのスタンダードのリミテッドにねぶち込むっていうねなかなかとんでも精神のもと、まあ、再録されたカードですね。まあ一応その王子がいるぐらいだからそれは まだ吸収も入れられるだろうっていう、まあ、ある程度わからんでもないけど、でこのまだ吸収、まあ、普通にとにかく強いね。どう考えてもやっぱりその出てきた無色マナが使い道ないにしても、まあ、2マナで何でもカウンターできるカンスペ自体がまあそうね、なんかあのアリーナとかでキューブドラフトやっててもさカンスペ強いなって思うから、まあ、まだ吸収なんか出てきたらもうそれは終わるだろう、まあ、というわけで、まあ、非常に強いカードかつ、まあ、普通に購入してもね3000円ぐらいするんじゃないかな、まあ、一応調べた時ね4000種だから、うん、かなりの当たりですね。1パック660円って考えたら、まあ、新割はいえども、まあ、なかなかそのパックの価値を高めてくれる1枚なんじゃないでしょうか。で次のカードで次のカード大魔導士の魔除け、まあ、大魔導士の魔除けも、まあ、そのモダンでプレイアブルなカードなんで、まあ、出たら嬉しいっちゃ嬉しいかな。ただ大魔導士の魔除けもね気づいたらねめっちゃんこ値段下がってたね。一時期さ2000円近くまで行ってたけど、なんか最近値段調べたら300円とかで買えんのよ。だからさなんかうわ大魔導士の魔除けもなんか落ちたなっていうのでちょっとあのしょんぼりしたけど、まあ、イラストちょっと差し替えてねなんかあのモダンで使ってもいいかな。で大魔導士の魔除けなんだけど、まあ、魔除けって名の付くカードは大体その3モードから1個選ぶっていうのがまあ基本的な効果で、でこれもそうなんだけどさ大体その3モードから1個選ぶってその選べる代わりに各々があんま強くないっていうのが基本的なその調整なんだけど、大魔導士の魔除けはね3モード全部強いんだよな。まあ一応一番上の呪文打ち消しだけはコスパ悪いけど、その下2個はね超強いんだよ。そのインスタントタイミングであの2ドローかマナ総量1以下の土地以外のパーマネントのコントロール永久ダッシュっていうこの2個はね結構その3マナとしては破格なんで、モード選べるカードとはね覚えないような能力背負ってますね。まあ一応その3マナ2ドローインスタントってのもまあ探せばあるかもしれないけど、まあ基本的にはないんだよな。そのインスタントタイミング2ドローは大体4マナだから、だからねかなり強いカードとして、まあ、モダンでも未だに使われてるカードだと思います。まあ値段はそんなしないけどありがたい再録かな。で次のカードで次のカードが徴用。徴用めちゃめちゃありがたいね。徴用ってさなんかあのあれかな、カスケードクラッシュとかのさ需要だったのかなんか2000円ぐらいしてたじゃん。今どうなってるかわかんないけどなんか一時期すげえ高かったから、だからねなんかあのこういう風にさらっとやってくるの意外ですね。でしかもレアリティもレアだから入手しやすいと。で徴用は、まあ、コールドスナップのカードで、で7マナのインスタントで呪文のマナコスト払うんじゃなくて手札の青のカード2枚追放でもよいと、っていうのでピッチコストが搭載されてるけど青2枚はねきっちりよな。でクリーチャーでない呪文1つを対象としてそれのコントロール得る、もうめちゃめちゃ強いですね。だからクリーチャー呪文のコントロールはあの取れないけど、まああのなんだろう、その普通にあのサイとかのさコントロールダッシュできるから、まあ、トークン生成のカードをコントロールダッシュしてもうそのままこっちから殴って勝つぜみたいな、まあ、そういうプランが取れますね。まあ、一応難点で言うとピッチコスト以外ほぼ払うことはできないから、で青のカード2枚分用意しておかなきゃいけないんで、まあ、相手のカウンターしたカードもらえるって考えても3対2交換だから、ピッチで打ったらやっぱりあのいかに強いカードであってもそのアドゾーンになるっていうのはねちょっと覚えておかなきゃいけないし、あと単純に青のカード2枚ってめちゃくちゃ難しいから、まあ、そことどう折り合いつけて使っていくかですね。で現在徴用値段調べたら、まあ、800円ぐらいしてたから、まあ、これも一応当たりっちゃ当たりなのかな。一応この再録の発表の後に見たんで多分それを見て、まあ、ショップが値段下げての800円だと思うんで、まあ、それぐらいの価値はあるんじゃないかな。で次のカード、で次のカード排撃、懐かしいマジック王子がもう見ただけで死ぬカードだ。マジック王子が大好き排撃リパルスでございます。まあインベージョンの顧問のカードで、インベージョンの顧問だけどねかなりぶっ飛んだ強さでね、そう3マナでクリーチャーインスタントバウンスとワンドローだから、まあバウンスエイドもワンドローあるんで、まあアドゾーンしてないし、でまあクリーチャーバウンスも結構テンポ稼ぐ上では強いから、まあそうね、これで時間稼いだりとか、あとそのタイミングによってはその相手のバットルとかのタイミングで打ったらさアドバンテージ稼げるんで、まあ排撃非常に強いですね。ただ値段はマジで10円で売ってると思う、その辺に。あんまありがたくはない再録だけど、まあゲームは面白くなる1枚かな。で次のカード、で次のカードショコの罠来ちゃってよ。結構値段するカードで、まあ今調べたら2000円ぐらいだったんだけど、そのデッキ赤いデッキ、そのどのカードゲームでもあるそのデッキを空にして勝利するっていうそのライブラリーアウト戦略組むときにモダン以下で必ず4枚ぐらい使うカードで、だからねその収録っていうか再録もそんななかったから。だそれも相まって値段してたんだけど、まあ、この度だいぶお求めやすくなるんじゃないでしょうか。そのあの需要がねニッチなんだよな。その LO でしか使わないから、だからねその再録されたら結構値段がガクンって落ちる1枚でもあるかな。でちなみにこのカードは書店に4枚あった時にできる伝説のワンタンキルがありまして、そうこんなことまずめったにないっていうか、まあ、見たこともないんだけど、相手があの一旦フェッチ切って島とか持ってきたら
もうその瞬間ハンドからね、これあの4枚キャストできるんだよね。本来このカード5マナなんだけど、その相手がライブラリーからカードを探してた場合は0マナで打てるっていうので、フェッチ切ってハンドから4枚放つと、その瞬間にあの52枚削れるから、相手が初手で7枚持ってて、であのフェッチで1枚あのサーチしてるから、あのぴったり60枚全部なくなるっていう、まあそういう計算のもとこれ13枚なんだろうな。そう、4枚あったらあのワンタンキル取れるよっていうので、そのフェッチがあったスタンダードに収録されたカードだから、まあ意図的なその13枚があの計算されてますね。まあ本当にそのロイヤルストレートフラッシュ級の運がなければ起きないけど、まあ4枚入ってるカード4枚全部書店あるって、俺そのマジックで多分経験したことないんじゃないかな。そのショックランドだとかさ、そのフェッチランドが4枚ハンドにあるっていうのないから、だから同じぐらいさ、てか同じぐらいってか、その同じ確率だから、だからね、一応存在はしてるけど見たことないんで、うん、ちょっとあの出くわしたらむしろラッキーだね。俺その負け方だったら負けたいもんな。うお、やった、初コアなワンタンキル食らったってので大喜びだから、うん、そういうのが、まあ、もしかしたら今回のリミテッドでもできるかもしれない。リミテッドだったらあの3枚でできるから、ちょっとあの簡単かもしれない。デッキも40枚だし。もしかしたら起きるかも。まあ、ショコの罠でした。で、次のカード。で、次のカード、本質の波足。これはあれだな、なんかラブニカの献身かなんかにあったアンコモンのカードで、まあ、全然10円で買えますね。2万のインスタントでクリーチャー呪文対象取って、で、俺のクリーチャー1匹対象取って、で、打ち消してプライチカウンターか。あ、そうだね。まあだからそのシミック系の呪文なんだけど、別にシミック関係ないっていうカードです。まあなんだろう、なんかデルバーみたいなの使うんじゃないのみたいな期待されたけど、まあ全く使わなかったね。あ、2マナで打ち消してサイズアップっていうのは強いみたいに言ってたけど、もっと強いカード今ワンサがあるからな。まあ完全にありがたくはないし、まあ強くもないサイロかな。で、次のカード。で、次のカード、精神壊しの罠。これがね、多分これが今回一番サイロの中ででかいサイロなんじゃないかな。そう、ちょっと前までは日本語ね、8000円とかしてたのよ。むちゃんこ高かった。で、このカードね、高い理由としては、まあ、モダンでさ、需要あったのに加えて、新ワレアで再録一回もないんだよね。すごい条件を満たして、あの、超高額カードだったんで、だから、あの、少し前まで8000円ってのは、なんか違和感感じつつも頷ける金額だったんだけど、まあ、今回こうやってね、ボーナスシードで新ワレアってので入れてくれたおかげで、かなりお求めやすくなるんじゃないかな。多分半額ぐらいまではいっちゃうと考えて、間違いないかな。いや、どうだろう、半額以下までいくんかな。強いっつってもさ、やっぱその需要はさ、サイドボードになんか1枚とか2枚とかさ、知れてるから。だからね、精神壊しの罠は、まあ、ありがたい再録だけど、なんか、つい最近買った人とかさ、あとなんかそのトレード用に持っておこうみたいなので、持ってた人にとっては、単純にその資産をあの破壊される原因にしかならないから、まあ、なんとも言えないね。まあ、そのカードゲームその使えてこそだからさ、そのガンガン再録しろよ勢もいればさ、なんかそのプレイしながらさ、あのいろいろ占いで持っておいて、そのなんかあのこれは価値あるもんなんだって眺めてさ、楽しんでる人もいるわけなのよ。で、これはね、やっぱりね、切っては切り離せないというか、その当てるためにさ、使ったお金もあればさ、そのカードをシングルで購入するために使ったお金もあるから、やっぱりね、資産価値みたいなのはね、あの無限にできないよね。だから精神講師の罠はちょっと、まああの、まあ入れてほしいなと思った反面、入っちゃったってので。で、まあこのカードの効果なんだけど、4マナインスタントで望む数の呪文を対象取ってそれらを追放するっていう効果なんで、まあスタック上に呪文が2個とか3個とかあると、まあ1対2交換1対3交換とか取れるんで、まあそういう時に今非常に強いカード。で、あとまあ呪文を打ち消すんじゃなくて追放するだから、だから打ち消されない呪文とかがスタックにあっても消せるから、まあ1対1交換の時でも、まあそういった強みがある。まあただ4マナなんで、そこがね、非常にネックなんだけど、まあそれを書き消してくれる対戦相手が3つ以上呪文唱えてた場合は、これのマナコストが0になるっていうので、まあここがね、肝なんだよな。そのモダンでどういう需要があったかっていうと、多分その打ち合い合戦とかの時に、まあ自分のその呪文だけ残して、なんだろう、なんか対戦相手の呪文だけ消すみたいな、そのピッチ絡めた複数呪文があの唱え合わされた時とかに、こういうのが強みになったんかな。ちょっとこれのね、強さがあんま自分体験したことないんで、なんとも言えないけど、まあ多分そういう時だろうな。あとまあそのストームとかには、あの大量に呪文が20個30個とか来ても、まあ全部消せるから、まあそういう時に使えるかな。まあそのストーム20、30ってそういう増え方あんまないけど、まあ仮に20、30あってもあの消せるというのが、まあ精神壊しの罠でございます。で、次のカード。で、次のカード、こっから黒のカードですね。で、黒のカード1枚目がインプのいたずらでございます。で、インプのいたずらもね、去年の今頃ぐらいまでね、高いカードだったんだけど、あの、逃走したマスターズであの、再録されたから、めちゃめちゃ安いんだよね。多分ね、インプのいたずらね、3、400円で買えるんじゃないかな。
で、まあ、このインプのいたずらなんだけど、2マナインスタントで単一の対象を持つ呪文1つを対象として、それの対象を変更すると。で、その後あなたはその呪文のマナ総量に等しいライフを失うっていうので、まあ、青とか赤だったらさ、全然あの2マナでさ、やってくれる系統なんだけど、黒ってこれ本来できないから、だからね、その分このライフでさらに失うっていうので、なんかすごいコスト重いんだよな。2マナで対象変更でも、そんなんかって感じするのに、黒ってだけでライフまで失わされるから、だからね、あんま強くなさそうなんだけど、まあ、コマンダー需要あったんだろうな。その黒の単色のさ、コマンダーデッキだったりすると、もうその打ち消しとか入れられないから、こういうので無理やりその打ち消しをさ、ひん曲げて、なんか打ち消されなくしたりだとか、まあ、そういうゲートをする必要があったから、昔は高かったけど、もう今となっては全然高くない。まあ、300円ぐらいかな。で、次のカード。で、次のカード、再活性。これかなりやりがたいね。で、しかもレアリティもレアだから、まあ、すごい入手もしやすい。まあ、その、マジック・ザ・ギャザリングで墓地からクリーチャー復活させるデッキを、まあ、リアニメートって言うと思うんだけど、そのリアニメートのその語源ともなったカード、リアニメート再活性でございますね。で、ちなみに再活性なんですけど、まあ、たった1マナで墓地からクリーチャーを戦場に戻せるっていうので、まあ、全く替えの効かない超強力なリアニメートカードですね。まあ、その代わり、その、戦場に戻したクリーチャーのマナコスト分ライフ受けるから、だから何だろう、墨溜まりのリヴァイアさんとか戻そうもんだったら9点とかわけわかんない点数を食らうけど、ただこのカード自体が1マナだからさ、超序盤の方にその墓地にクリーチャーを置いて釣ってくるってのがさ完了するんで、だからその最序盤の方にそれやったら、まあ、いくらそこでなんか8点とか9点とか払ったとて、その後の戦況でも取り返せるから、だから再活性はマジで替えが効かない激強リアニメートカードですね。多分マジック終わるまでリアニカードはもうこれ使ってると思うよ。そのなんかグリセルブランドとかはさ、一生グリセル使ってるしとか言いながら使わなくなったけど、再活性はさすがに替え効かない気がするからね。そうですね。多分マジック終焉までリアニカードとして名を馳せるんじゃないかな。ちなみに買うとね、なんだかんだ2000円ぐらいするんで、これもありがたい再録だと思います。意外と高かったわ。で、次のカード。で、次のカードが圧倒的武力。圧倒的武力ってね、確か結構するんだよ。ポータル三国志のカードで、で、ポータル三国志にしか収録されてないんだよね、これ、確か。だからね、英語版がね、むちゃんこ高かった記憶があるんだよな。なんかアメリカで見た時に、なんか50ドルとかそんぐらいしたと思うから。だからね、英語版は多分ね、べらぼうに高くて、で、日本語版でも多分2000円とかするんじゃないかな。まあ一応超豪快なカードなのよ。8マナソーサリーで対戦相手1人対象として、そのプレイヤーがコントロールしている全クリーチャー破壊と、破壊したクリーチャーの数だけワンドローというね、なんかサンダーボルトに強力な壺がついた、サンダー強力な壺みたいな、そんな感じのカードですね。なんか遊戯勢とかが見たらさ、まあマナコストっていう概念はあると思う。そんなことしていいんですかみたいな。とんでも効果に仕上がってますよね。まあ、リミテとかだとね、結構怯えなきゃいけないと思うね。8マナ目まで行ったら、これ打たれたら終わるみたいな展開あると思うから、まあ、リミテではかなり使えるカードになるんじゃないかな。で、まあ、構築にしても、まあ、そのコマンダーで結構重要あると思うんで、ありがたい再録ですかね。で、次のカード。で、次のカード、外科的適出でございますね。外科的適出ね、めちゃくちゃ噛みそうになるから、みんなもね、動画撮るときは気をつけた方がいいよ。で、外科的適出は、5マナ1マナのインスタントで、墓地にある基本土地以外のカード1枚対象として、それ追放した後、そのオーナーの手札やライブラリー、墓地から全部追放するっていう、まあ、黒のよくあるその同盟カード、全抜き系カードでございます。まあ特定のコンボデッキのコンボキーカードが墓地落ちた瞬間この5マナで打てるから、だからマナ立ってなくてもその打ててそれ全抜きしたらもうデッキが機能不全で死ぬっていうような、まあそういう対策カードとしてね、まあかなり長い間使われたかな。であとね、一時期ね、そのモダンでイゼベにそのココアのフェニックスが強すぎた時にメインボードから入れてるデッキがね結構多かったから、あとそのイゼベに自体がその3つ呪文唱えるため その達成要因としても入れてたんで、結構なんかやばい使われ方した時代もあったんだよね。というわけで、まあそういう時代の時は、まあ死後戦してたけど、まあ再録されて、まあ今では800円と。まあとはいえね、対策カードとしては、まあ今後モダンで使われていくカードだと思うんで、まあ持ってない方はぜひこの機会に使ってみては、てか入手してみてはいかがでしょうか。まあありがたい再録ではあります。で、次のカード。で、次のカードが思考囲いですね。まあ思考囲いはね、今回一番最初に発表されたボーナスシートだったから、まあ今更説明するまでもないけど、まあローウィンより再録ですね。で、思考囲いはね、やっぱマジック・ザ・ギャザリング最強のハンデスカードと言っても過言じゃないから、まあだからその今4枚持ってる人とかでも新しいデッキ組むためにもう4枚欲しいみたいな、なんかそういう需要を叶えてくれる1枚だと思うんで、まあだから何枚あってもいいカードと言えるんじゃないでしょうか。そうね、黒絡みのデッキ組むとなったらもうパイオニアモダンレガシーとさ、使うから、
これ以上の強いハンデスカードが出るとも思えないし、まあ、もしくはなんかこれがあのこれからバカバカ再録されるっていう未来は、まあ、もしかしたらあるかもしれないけど、まあ、とはいえあのなんだろうね、その結構パック買う理由にはなる1枚なんじゃないかな。まあ、1マナでプレイヤー1人対象としてハンド公開させて、そこから土地以外に何でも抜けると、まあ、その代わり2点ライフ失うってのがあるけど、やっぱりあの序盤のさ重要なあの動き出しのさ貴重な部分をさ抜き取ったら2点ライフじゃね、とてもじゃないけどその買い効かないから、だからその1ターン目に打つハンデスカードとしてこれ以上強いものないよね。まあ、一応弱いところで言うと終盤トップ引きした時だけ弱いね。そのゲーム終盤相手ハンドないような状態で引いてきたら本当にもう何にも意味ないから、まあでもそのサイド交換の時とかになんか相手が早いデッキだったりしたら、まあこれ抜いて脅迫に変えようみたいなので、なんか分かりやすいね、サイドチェンジもしやすいカードだから、なんかそことかもね使いやすいよね。その思考囲いを脅迫に変えることによってなんかその早いデッキに対策つくぞとか、あとまあその思考囲いを除去にするとかさ、なんか結構これねあのサイド交換する上でもやりやすいカードだから、なんか いろんな意味で強いよねこのカード。ね、今買おうと思ったらまあ3000円ぐらいするカードなんで、まあ、新割アだけど、まあ、ボーナスシートの当たり枠とカウントできる1枚なんじゃないでしょうか。で、次のカード。で、次のカード、殺害。これ本当にいらないね。マジで10円で。10円で、ストレージに刺さってるどころか、寄付箱に入ってるレベルだからな。まあ、というわけで、M13 から、まあ、再録の、まあ、除去カードでございますと、まあ、当時はね、M12 で、破滅の刃がスタン落ちしたから、その破滅の刃の代わりにこれ使ってくれってのできたけど、こんなもの渡されてももうどうにもならないだろうっていうので、もう全く箸にお棒にもかからないどころか、まあ、結構昔、2ちゃんとかだったらね、これバカにして遊んでましたね。全く使えねえっていう。まあそういう殺害さんですけど、まあ昨今そのリミテッドだとね、なんかありがたい状況だっていうので、めちゃめちゃ使われてるから、なんかなんだろう、なんか昔はね、本当にバカにし腐ったカードだけど、最近リミテッドだと、あ、取れてラッキーっていうので、まあ見方変わってきたかな。まあとはいえ、ありがたい再録ではないですね。まあ10円のカードでございます。で、次のカード。で、次のカードが無常な略奪。これね、確かイクサランのね、カードなんだよな。3マナソーサリーで対戦相手に2枚カードするのと、その強襲達成してたら、宝物トークン出てくるっていうので、まあこれも別にイクサランの、なんかアンコモのカードだから、まあ、10円ぐらいのカードで別にありがたい再録ではないかな。まあ、リミテッド的にはねゲームを盛り上げてくれる1枚になると思います。で、次のカード、まあ、というわけで黒のカードは以上ですね。で、まあ、黒のカードには思考囲いと圧倒的武力があったんで、まあ、そこが当たりとカウントできるんじゃないかな。で、次は赤のカード。で、赤のカード1枚目、これ当たりですね。不屈の独走力でございます。まあ、独走力デッキを組むときに、まあ、必ず使うカードで、まあ、そうですね、この機会に4枚入手しておきたいカード。で、まあ、カードの効果としては赤取り死に X で、まあ、クリーチャーカーディバクト X 個対象としてそれを破壊すると。で、それによって破壊された、コントローラーは、ライブラリーからそれと同じカードタイプがめくれるまでカードめくって、で、そのめくれたカードが戦場で出てくるっていうので、もう、異形化とほとんどやってること同じですね。てか、異形化と何がどう違うんだろうな。まあ、異様化よりも、なんだろう、そのフィズリづらい。だから2個対象取ったらさ、2個とも消されるってことないから、まあ、だからその異様化よりもフィズリづらいってのがあるけど、なんだろうな、まあ、まあ、そういう保険がかけられること以外は、まあ、異様化と特に大差ないという、まあ、不屈の独走力でございます。まあ、どっちが強いかは、多分異様化使い、不屈の独走力使いの話を聞かないと何とも言えないかな。もう俺、旗から見てるだけだから、なんかどっちも同じじゃないですか、だけど、多分違うんだろうな。で、次のカード。で、次のカードが弾ける力でございますね。まあ、ストリクスイブンの新マリアかな。赤ダムシン XXX で、最大 X 個対象として、それらに X の5倍の点数のダメージを与えると。だから、これ分かりづらいな。X イコール、ってこれ普通に考えたら1ぐらいなんだよ。1でも5マナかかるわけじゃん。で、2で、8マナかかるわけでしょ。で、2の場合だったら、2個に10点でしょ。だ本体とクリーチャーに10点。で、3だった場合は、3個に、15点、15点、15点ってことでしょ。何この豪快なカード。で、3の時は何マナかかるんだよ。11マナかかるの。なんだこれ。というので、全然なんか使い道がよくわからんけど、まあ、無限マナとか出た時のコマンダーには需要があるのかな。まあ、値段調べても100円なんで、多分特にいい再録じゃないカードだと思います。まあ、でっかいマナ出たらぜひ遊んでみようというカード、弾ける力でした。で、次のカード。で、次のカードが批判家視察でございます。まあ、ラブニカの献身の顧問のカードで、まあ、未だにそのパイオニアとかモダンで使われる有料火力です。3マナで好きなところに3点ダメージ与えられるんだけど、その絢爛達成してると1マナ3点火力になるから、まあ、むちゃくちゃ強いね。ただ、絢爛達成するためにはね、その戦闘フェーズの後とかじゃないと、なんか自然にさ、その絢爛達成しないから、だからどかしてパンチってのがね、できないのがね、この批判家視察のすごい弱いところですね。ただモダンともなると、その1マナで稲妻打った後に絢爛達成して、その戦場のやつは批判家視察でどかすってことができるから、まあそういうのができるモダンでは多少マシだけど、パイオニアではね、これもう明確にさ、今戦場にいるやつどかして、
パンチってのがねできないきっかけになるから、まあ、そこが弱いカードだけど、まあとはいえ使うカードなんで、まあ、ありがたい再録、まあ、とはいえ100円で買えるカードでございます。で次のカードが投げ飛ばしでございますね。まあ投げ飛ばしもねマジで10円カードなんだよな。そう初出はストロングホールドだと思うけど、その後もねなんか新枠新枠になった後も再録されてると思うんで、だからあんま全然価値がない。まあ一応カードの効果としては面白くて、2マナインスタントでその呪文唱えるための追加コストとしてクリーチャー生き捧げることで、その生き捧げたクリーチャーのパワー分ダメージを飛ばせるという、まああのカタパルトタートル的なその初心者にも非常にわかりやすい、まあイメージしやすいカードであるよね。なんかでっかいクリーチャー投げて大ダメージを狙おうっていう、なんかあのマジック初心者とかが結構テンション上がる系のカードだけど、まあ歴史が証明してるそんな強くないという。そこがね非常に残念かな。だからパワー20とかのクリーチャー投げ飛ばしたら20点じゃんってなるけど、そういうドリームコンボでなかなか決まらんのよね。まあただ今回なんだろう、そのボーナスシートで収録されてるからさ、なんかあの相手の隙を見て決めてやるみたいなことはできるかもしれないね。まあちょっと期待のカードだけど、まあ値段はしないカード、投げ飛ばしでした。で次のカードで、次のカード集団的抵抗、これあれか、異界付きにやったのが集団的ホニャララのサイクルで、集団的蛮行と抵抗と集団的なんだっけ、白が名前覚えてないけど、まあ黒は強いんだね。蛮行はねめちゃめちゃ長いことモダンとかでも使われたんで、まあ覚えてる人多いと思うんだけど、赤と白はねかなり影薄いんだよな。で一応カードの効果なんだけど、まあこのサイクル共通で、まあ増寿って言って、まあ3モードあるんだけど、その増寿コスト払うことによってその複数個モードが選べるというので、まあ最大で5マナで3モード全部選ぶことができるのかな。で1モードがプレイヤー1人対象として、そのプレイヤー手札を全部捨てて、その後その枚数分引けると。でもう1個のモードがクリーチャー1体対象として4点ダメージで、最後が対戦相手やプレインズウォーカーである1つを対象として3点ダメージ。まあハンド入れ替えつつ対戦相手のクリーチャー焼きつつ本体焼けるっていうので、まあ赤がやりたいこと全部やってるカードで、でまあシンボルも一応ダブル以上は増えることないから、まあリミテでは強そうだけど、まあ全然100円で売ってるカードだからそんなありがたくないかな。なんか赤は今んとこいい再録、まあでもあれか、あの毒ソウルがあったか。で次のカードが雷電支配でございます。これ確かラブニカの献身のカードで、一時期ちょっと湧いたんだよな。赤 X インスタントでエニーターゲットに X ダメージ与えた後に、ハンドからその X マナ以下の呪文一つがただキャストできるというので、あの対比系呪文、そのマナコスト持たない呪文とかが踏み倒せるじゃんっていうので、なんか使われようとしたけど、まあ結局鳴かず飛ばずだったな。あーそうね、だからこれ X イコール0でも、まあ X イコール0でその騒音の足音とか打ってもしょうがないけど、まあそういったなんだろう、なんか踏み倒しができるじゃんっていうので、なんかあの天秤のさ待機持ってる版とかはちょっと試されたかもしんないかな。まあでも別に全然強くなかったね。まあ未だにあの鳴かず飛ばずなんで100円で買えるカードでございます。で次のカードで、次のカード頭蓋割り。まあ頭蓋割りはねこれは強いカードなんだけど、これも別にあのなんだっけ、ギルドモンシンアのアンコモンのカードだし、最近もラブニカリマスターで入れてくれたから、だからねあんま勝てないんだよな。ただ最近の再録ってあれだね、なんかあの適当になんかいらないもの入れるんじゃなくて、一応プレイアブルなの選んでくれてるから、その批判化したつにしても、その頭蓋割りにしてもさ、ラブニカリマスターにあったけど、まあ、使えるカードだからさ、まあ、プレイヤー目線的にはちゃんとあのありがたいというか、まあ、考えてるのかな。まあその代わり特定のカードが増えすぎちゃってよくないけど、でもそっちの方がカードゲームのなんかあの微妙なレアリティのカードの再録としてはね健全なのかもしれないね。なんかマジック・ザ・ギャザリングって他のカードゲームよりもなんかそういうコモンとかアンコモンの再録すごいさ、あのやんなかった時代があるから、なんかそのせいでね平気でコモンアンコモンでもさ1000円2000円するカードあったから、だからそういうのちょっとあの今後なくしていくのかもしれない香りがちょっと感じるかな。でまあ頭蓋割り2マナインスタントで3点ダメージと、まあライフゲイン阻止っていうので、まあ、相手がその赤いデッキに対してライフゲインをやってこようとしたタイミングで打つと、そのゲイン分もチャラになるし3点も飛ぶしっていうので、まあ差し引きその6点とか7点級の火力に変わったりすることもある、まあ、非常に強いカードですね。ただ本体しか焼けないから、本体とプレインズウォーカーしか焼けないから、まあ、戦場のクリーチャーに行けないんで、まあ、そこがたまに傷というか、まあ、よく弱点として上がるところではあります。まあ、というわけでそんな感じで赤のカードの紹介でした。で次から緑のカードの紹介です。で緑のカード、まず1枚目原初の力、基本セット2021のレアのカードで、まあ、よくねこれアリーナのキューブとかでも使われるから、まあ、アリーナやってる人とかはねよく見るカードだと思うんですが、ミド X ソーザリーで俺のクリーチャー1体にプラ X プラ X 修正と、まあ、格闘がさせれるっていうので、まあ、サイズ上げて格闘するから、まあ、普通にあのでかいクリーチャーも倒しやすいし、でその後でかい打点も入るんで、まあリミテで打たれるとねかなり終わってますね。除去られるはでかくなるは打点入るはで、もうわりかしどうしようもないカード。
まあ、とはいえ、まあ、こっちクリーチャーいたりしなきゃいけないし、でさらにまあソーサリーでしか打てないから、なんか相手の状況とかと合わせられると、まあ、大変な目に遭うんで、まあ、強いカードだけど、まあ、それなりのそのリスクも背負ってるカードかな。ちなみに値段はマジで100円で買えるカードです。で次のカード、で次のカード、原初の命令。これ原初の命令好きだな。なんで俺原初の命令だけこんな再録するのかな。え、俺の気のせいかな。なんか原初の命令だけよく目にする気がするんだけど、でまあこのカードなんだけど、この命令サイクル共通の4モードから2個効果が選べるっていうので、まあマルチに立ち回りで強そうなカードであるんだけど、原初の命令はね全部弱いんだよな。まあプレイヤー1人が7点ライフゲインするのと、クリーチャー以外のパーマネントをライブラリートップにバウンスするのと、プレイヤー1人の墓地とライブラリーをその合わせてシャッフルするっていうので、まあライブラリー修復と、で最後がライブラリーからクリーチャーサーチしてくるっていうので、まあこれ一応緑のクリーチャーとか指定されてないから、まあここはまあまあ強い気するけど、とはいえソーサリーなんだよ。いやだからね、原初の命令はまあなんかすごいアド稼げて強そうだけど、あんま強いっていう印象ないかな。というわけで、まあ、再録もされてるし100円でも買えるしというまああんまありがたくないカードでした。で次のカード、で次のカード、害獣の侵入。害獣の侵入はね、これ確かストリクセイブのコマンダーデッキじゃないかな。まあ通常セットのカードじゃないんだけど、ただねそんなエターナル級の効果を持ってないんだよな。ミド XX でアーティファクトエンチャント最大 X 個対象として破壊した後、その X の2倍のその邪魔者トークン、その死亡時に1点ゲインできる11トークンが生えてくるという、まあ一応その対象物が X 個なくても出せるから、まあ大量にマナ出た時に、まあその戦場にある数だけの置物破壊して、まあ大量にトークン出すみたいな、まあそういう動きできるけど、もう完全多人数専用の能力だよな。まあ、全然ありがたくない上に、さらに、なんか3、400円ぐらいで買えるっぽいから、まあ値段的にもそんなしないカードです。で、次のカード。で、次のカード、トゲ竜巻ですね。トゲ竜巻ね、モダホラかな？なんかモダホラの古文だったと思うんだけど、その緑がさ、お得意とするフライヤー破壊にサイクリングがついてるんで、カードの効果としては非常に使いやすいね。その緑のさ、フライヤー破壊って、その相手フライヤーいなかったら腐っちゃいがちだけど、これでサイクリングに回せるから、いらなくなったらドローできるというので、まあなかなか強めに作られてるカードだけど、まあとはいえなんだろうな、なんか渋いカードではありますね。完全に10円でストレージに刺さってるカードだと思いました。で、次のカード。で、次のカード、活性の力。これむちゃくちゃありがたいね。結構買うとね、4000円ぐらいしてたんで、まあそんなものがそのなんかおまけのボーナスシートに出るっていうのは、だいぶ大盤振る舞いでございます。まあ、モダンホライゾンからの再録で、まあ、モダンホライゾンから始まった、そのピッチコストを持つ呪文サイクルの、まあ、緑ですね。そう、俺のターンじゃない限り、こいつはピッチコストを持ってて、共通のカラーのカード追放することで、まあ、ゼロマナで打てるっていう。まあ、一応そのアドゾンにはなるけど、その緊急で打たなきゃいけない時に打てるっていうので、かなりね、これは面白い発明で、こっから先のモダンを、そのクソというか面白いというかは、人それぞれだと思うけど、俺はね、とても楽しくなったと思いますね。で、このサイクル共通で基本的にアドゾンなんだけど、活性の力だけはね、そのアーティファクトエンチャント2項破壊なんで、その、ピッチコスト使っても別にアドゾンにならないんだよね。2対2効果で済むから。だからね、このサイクルで唯一アドゾンにならない、まあ、活性の力はちょっとなんつうんだろうな。なんか特殊感あるような。というわけで、活性の力は緑のかなり当たりカードだと思いました。で、次のカード。で、次のカード、直接射撃。これはかなり微妙だろ。まあ、なんだろう、一回月のアンコモンかなんかかな。まあ、俺のクリーチャーにプライ修正与えて、その対戦相手のクリーチャーに一方ダメージ与えるって、もうイラストのままビームですね。完全にビームがビーム打ってるな。まあ、なんかアリーナキューブのドラフトとかでよく出てくるカードで、まあ、最近マジック始めた人とかでも知ってる人多いと思いますが、まあ全然実物のカードで再録してほしい1枚ではないですね。まあ、10円のカード、直接射撃でございました。で、次のカード。で、こっからがマルチのカードかな。で、マルチのカードにもね、結構当たりどころが多いんで、まあ、期待して聞いてもらえたらなと思います。まず1枚目がイオン化ですね。イオン化はラブニカのギルドか。ラブニカのギルドの、まあ、レアのカードで、まあ、3マナで、呪文何でも打ち消せるのと、それのコントローラーに2点ダメージっていうので、なんかね、結構期待されたんだよね。なんかさ、まあ、昔虫歯みと吸収っていうさ、すごい強い確定カウンターのおまけついた呪文があったから、その本体に2点っていうので、もしかしたら強いんじゃないの、虫歯みたいになるんじゃないのって期待されたけど、全然強くなかったね。やっぱ3マナ構えるっていうのは、その昨今のマジックにおいては自殺行為なんで、3マナのカウンターはね、全然ダメだったなぁ。というわけで、確定カウンターにおまけがついてて、良さそうであるけど、まあ、ダメなイオン化さんでございました。まあ、買うと100円ぐらいで買えると思います。で、次のカード。で、次のカードが侮辱でございますね。これを再録するというのは、もうプレイヤーを侮辱してますね。
まあ、白黒2マナの確定ハンデスで、まあ、土地以外何でも抜けるのに加えてプライチカウンターも1個乗っかるから、まあ、結構終盤引いてもハンデスとしてはまあいい方だと思う。なんだろう、まあ、2マナ払ってハンデスってのがいかがなものかと思うけど、結構2マナハンデスの中でいったら良い方だと思うね。というわけで、まあ、ストリクセイブンのリミテッドだったら大活躍だったけど、まあ、あのこの令和に、まあ、ストリクセイブン発売しても令和だけど、この令和6年7年分かんないけど、まあ、この現代に再録してほしい1枚ではなかった侮辱でございます。で次のカードで、次のカード再来、再来なんだっけ、イコリアか、イコリアのアンコモのカードで、これもね微妙ですね。あれなんかマルチのカード微妙なの多いぞ、大丈夫かな。まあ、あの6マナインスタントで墓地からクリーチャー釣ってくるのと格闘できるっていうので、まあ、インスタントタイミングで釣る&格闘っていうなかなか強いのがね合わさってるんで、なんだろう、カードの効果からしたらすごいよね。だって、まあ、リアニもさ、まあ、インスタントタイミングでできるのブロックに回れたりで悪くないし、でそれに加えて格闘もできるから、ただその格闘とブロックが同時に行えるのが相性悪いんだよな。だそこがちょっとネックであるけど、まあでも、まあでも6マナインスタントだからね、バレんだよな。6マナインスタントでね、大体バレんだよ、その過去どんなカードであれ。だからまあリミテッドもそんな強くないんじゃないかな。でそれに加えて、まあ、その10円で手に入るカードなんで、まあ、あんま再録はありがたくないかな。で次のカード、で次のカードはこれインベージョンより再録大量破壊でございますね。なんと4マナでアーティファクト1個とクリーチャー1個とエンチャント1個と土地1つを対象として破壊するという、え1対4交換マジっすかと思うかもしれないけど、これ4個全部対象物がないと打てないから、それがすごいねデメリットっていうかネックなんだよな。だから大体において自分のなんかねエンチャントとかアーティファクト巻き込まない限り、対戦相手の戦場だけで4個完結してるってことはまずないと思うから、だからね初心者の時見た時は感動したけど意外と使いづらいというので、まんま強いカードじゃないのかな。まあただ昨今ねアーティファクトがそのトークンで結構宝物だとかさ食べ物だとか出るようになったから、まあ今回のそのリミテにおいてはもしかしたら結構活躍するかもな。というわけで大量破壊、まあ一応ストレージ探したら100円ぐらいで売ってるカードです。で次のカード、で次のカードが妨げる光ですね。妨げる光ね、なんだっけこれ、確かね、あらあらのカードだと思うんだけどね、結構効果強いんだよね。2マナインスタントで俺がコントロールしてるパーマネントが対象とされた呪文を打ち消してワンドローなのよ。だから、あの今回のその悪事ギミックとも相性いいし、単純に2マナで打ち消してワンドローだから、だからね、まあ、その、打てるさ、その打ち消せるもののさ、レンジは狭いけど、かなりあの強いんじゃないかな。なんかリミテで、しかもアンコムだから結構出てきそうだし。なんかあの活躍に期待したいですね。ちなみにあの10円ぐらいで手に入ると思います。で次のカード、で次のカードが庭園への埋設でございますね。これつい最近のってか1個前のやつじゃないかよ、カルロフ邸のあのアンコモンだろう。というわけで、まあ、つい最近のカードやってまいりました。まあ、4マナのオーラでまず土地に貼るオーラなんだよね。でこれ戦場出た時に対戦相手がコントロールしてるパーマネント1個を追放して、であの土地がその貼られてる限り、まあ、追加でマナ出せるっていうので、そのリングとそのマナブーストがあの合体してるっていう結構新しい挙動のカードですね。忘却の輪内蔵反毛みたいな。まあ、ただ好きな色一色出せるから、結構その反毛としては強いよな。まあ、だからカードとしては申し分ない強さだけど、そんなつい最近のもの入れてくれんでもっていう気がするかな。で、次のカード。で、次のカード、悪逆な富でございますね。悪逆な富はね、タルキール覇王丹のカードで、これ結構ね、使うと強いんだよ。その、スルタイ X で、ソーザリーで対戦相手1人対象として、そのプレイヤーのライブラリーの上のカード X 枚追放して、で、その中から X マナ以下の望む呪文を唱えても良いというので、だ X の値がね、でかいとね、途端に強くなるっていうか、その指数関数的に強くなるのよ。これ X イコール2とかだとさ、2枚めくって2マナ以下、そんなもんねえよってので、何にもなんないけど、X イコール8とかで打つと、8枚めくって、で、その中のカード大半8マナ以下だから、全部唱えられるという。だ10マナぐらい出る段階で打つと結構ゲームエンドのカードになるんで、まあリミテでは覚えておきたいかな。ちなみにこれも多分10円とかで買えますね。で、次のカード。で、次のカード、交流の宝球。まあラブニカへの回帰やってた人だったらね、多分嫌っちゅうほど交流された玉でございます。まあよくあるリング系のカードで、まあこれが戦場出た時に戦場離れるまで、まあパーマネント追放っていうカードなんだけど、まあ同盟のカード全追放できるんだよね。っていうその効果の関係上、交流の宝球は交流の宝球で、捉えらんないから、だからね、交流の宝球で交流の宝球どかしたいみたいな展開よくあるんだけど、ちゃんとこのね、文章に引っかかって、それができなくて、うわ、出してやれないな、みたいなことはね、よくあったな。まあ、昔よく活躍したってか、お世話になったカードで、まあ、覚えてはいるけど、多分100円で買えるカードだと思います。で、次のカード。で、次のカード、断固たる否定。まあ、これもあれだろう、ストリクセイブンの、
アンコモンだろ。2マナインスタントでモード1個選ぶと、クリーチャーでない呪文対象として3マナ払うか、あなたがコントロールしてるクリーチャー1体対象として俺がコントロールしてないクリーチャー1体と格闘するというので、まあコスパ悪いですね、どっちも。2マナの効果としては、まあ格闘か、その3マナ要求の否認という、あんま強くないし、まあ活躍した記憶もないな。ってこれリミテッドでも活躍した記憶ないんだけど。だからなんだろうな、まあ今回活躍するかどうかわからんけど、まあでも当時ね、そのストリック成分のシミックから弱かったからってのもあるから、まあもしかしたら今回は結構強いのかもしれない。で、次のカード。で、次のカード、ボー君の嘲笑。まあこれも闘争対戦のアンコモンのカードで、あれなんか、マルチのカード思ってたよりも微妙なやつ連発するぞ。なんか10円級のカードがいっぱい出てくるんだけど、ボー君の嘲笑も別にアンコモンで闘争対戦だからね、マジで10円なんだよな。まあ2モードから1個選ぶっていうので、3マネ以下のクリーチャーを破壊するか、クリーチャー1体を無条件で手札に戻すかっていうので、まあちっちゃいやつだったら破壊できるけど、まあでっかいやつもまあバウンスで対処できるという、まあ意外と強いカード。まあこれもよくアリーナキューブとかで出てくるかな。まあ微妙なカードっていうか、微妙な再録であるかな。で、次のカード。で、次のカード、残酷な根本原理。まあすごい極端だな、なんかやることが。なんかあんな細かいことやってきて、突然残酷な根本原理だもん。まあというわけで、アラアラブロックより再録のその根本原理サイクルのまあ一番強かった根本原理ですね。そこのなんか何シンボルっていうかわかんないけど、この3色このシンボルのやつがまあ5種類あったのよ、いろんな根本原理が。で、その中でまあ残酷な根本原理がまあ一番強かったのと、まあ一番人気あったってので、まあちょくちょく再録されてるカードですね。ソーサリーで対戦相手1人を対象として、そのプレイヤーはクリーチャー1体1に捧げてカードを3枚捨てて、その後5点ライフ失うと。で、俺は墓地にあるクリーチャー1枚を手札に戻してカード3枚引いて5点ライフ得るっていう、なんか聞いたことがないようなアドバンテージの取り方で、そのなんだろう、まあマナコストのことはあるけど、なんか強いの弱いのってのがね、パッと見た瞬間理解できないんだよな。まあ打ってさ、通ったらさ、壊滅的なその打撃を与えられるけど、まあそのシンボルもきついしね、なんかそのまあソーサリーだしみたいなので結構思うとこあるよな。で、あとその戦場に触れれるのが、まあ言うてその布告除去だから、まあでっかいやつ取れないんで、まあそことかは弱みなんかな。というわけで、まあリミテッドでまあレアのカードなんで、まあ時々は飛んできそうだから、ちょっと意識はしておきたい。ただ別にありがたい再録ではない。で、次のカード。で、次のカードが消失の宿。消失の宿はね、多分結構ありがたいんじゃないかな。そのストリクセイブンのまあ有料除去の1枚で、まあ白黒2マナで単色のパーマネントを追放するという、まあパーマネントだったら単色何でもいけるからね、結構でかいね。で、マジック・ザ・ギャザニングにおける大半のカードは単色のカードなんで、で、そのパーマネント何でもいけるってなったらだいぶ強いから、まあ主な今就職先っていうか使われてるところで言うと、まあ5進2部とかだと思うけど、その白黒カラーで強いデッキが誕生した際には多分よく使われる除去になるんじゃないかな。そう、単色いけたらね、大体何でもいけるし、で、しかも追放だからかなり除去としても安心できる。で、次のカード。で、次のカードが王冠泥棒王子ですね。まあ、この動画ではね、もう何回もその取り上げだから、まあ、今更語ることないんだけど、まあ、ひとたび戦場に出たら、もうその死を覚悟せざるを得ないカードで、まあ、その北斗でいうところの時ぐらいぶっ壊れてますね。多分もうまともなゲームにはおそらくならないと思うんだよね。その、今回そのボーナスシートの神話レア枠だからさ、まあ、めったに出ないっていうことを考えても、これと対等に渡り合えるやつがいないから、特にそのパーマネントで、その呪文だったらまあマナドレインとか同じぐらいぶっ壊れてるけど、まあマナドレイン言うてさ、その後の展開次第だから、だからね、1枚で完結しないんで、やっぱ多くはね、これ出たら死だからな。というわけで、まあ再録としても、まあ普通に買ったら1000円ぐらいしてたから、まあちょっとありがたい再録なんかな。ただ使えるフォーマットがあまりにも狭すぎるというので、手に入れてどうするんだってのが問題だけど、まあ王冠泥棒王子でございました。まあ、ボーナスシートの神話レアの枠食ってるって考えたら結構外れなんだよな。だから、ね、いろんな意味でありがたくねえな。で、次。で、次は岩式の収集。岩式の収集もさ、まあ、一応今のスタンダードのカードが、イニストラードの、真夜中の狩りかな。真夜中の狩りに収録されてたレアのカードで、まあ、対戦相手のライブラリーから、まあ、カードが使えるっていう、まあ、結構特殊挙動のカードで。で、まあ、この挙動はね、一応自分のライブラリーでやった時にどれぐらい強いかって考えるとかなり強いと思うから、そう、もし自分のライブラリーから2枚見て1枚ハンドに加えるってのが、まあ、このフラッシュバック付きだったらね、かなり強いと思うんで、まあ、対戦相手のライブラリーからっていうので、まあ、その使いづらさがあって、まあ、そこで調整されてこんな感じに仕上がってるけど、まあ、カード自体は強いと思います。ちなみに全然ありがたくない。再録かな。で、次のカード。で、次のカード、突然の水瓶ですね。突然の水瓶も、もう今となってはね、あんまりありがたくないんだよな。
まあ、ラブニカの回帰で、まあ、発表された時に、まあ、トップレアなんじゃないかって言われたぐらい、まあ、当時はねものすごい湧いたカードですね。その2マナインスタントで打ち消されなくて3マナ以下の土地以外のパーマネントが破壊できるっていうので、まあ、カウンターがすごい強いさレガシーではその打ち消されない、しかもパーマネントはかなり広い幅で取れる状況はね、まあ、相当期待されてて、なんかね日後フォイルはね2万円とかしてた時代もあったのよ、うん、だからそれぐらいこのカードはね当時強かったけど、まあ、サイロクに次ぐサイロク&、まあ、昨今なんかあんま別にこの挙動強くないっていうのでそれで弱くなっちゃったかな。まあ、そのデルバー殺せたり、まあ、カウンターバランス破壊できたりと、多分カウンターバランス破壊できるのは相当強かったと思うから、まあ、そういう強みあったけども今となってはもう全然関係ない話ですね。非常に悲しいね。そう、しかも3マネ以下しか割れないっていうので、まあ、そのでっかいものにも触れられないから、だからなんならこれそのなんかスタンダードとかにサイロク来てパイオニアで使えるようになってもあんま価値ない感じがするんだよな。というわけで、まあ買うと300円ぐらいのカードでございます。あれなんかマルチのカード微妙だな。で次のカードで、次のカードが終わりなき迂回と、これもニューカメラのカードじゃねえけど、結構最近のなんか雑な収録多いな。まあ、3マナインスタントで呪文や土地でもないパーマネントや墓地にあるカード1つを対象として、それのオーナーは自分のライブラリの上か下に置くと。まあ、呪文パーマネント何でもいけるから、まあ、全てに対応できるカードではあるけど、どうだろうね。なんかその3マナバントから取り心払ってやる行為かっていうと、わからんよな。ただその呪文、パーマネント、墓地にあるカード何でも対象取れるから、てか何でも対処できるから、その対処カードとしては最強級なんだけど、なんだろうね、なんか何に使うのっていう疑問が、発売して2年以上経っても、未だに貼れないという、まあ、よくわかんないカード終わりなき迂回でございました。まあ、全然100円で買えるカードですね。で、次のカード。で、次のカードが終末の苦悶でございます。終末の苦悶ってこれ、モダホラ2かなんかの苦悶だよな。まあ、4マナのソーサリーでクリーチャー破壊するってのなんだけど、マッドネスだと2マナになるんだよ。だマッドネスになると途端に軽くなる上に、まあ、インスタントタイミングでも打てるから、まあ、なんだろう、その有名除去カード終始みたいになるっていうのがイメージされてるのかな。あーというわけで、まあ、モダホラの顧問で全然あの箸にも棒にもかからないけど、まあ、ゲームのギミック的には面白いカードかな。今回マッドネスってどれぐらい達成できるんだろう。だそのハンドキル手段があればいいけど、あんまあるように思えないからさ、マッドネス打てないと途端にすごい弱いカードなんで、まあ、リミテでもちょっと及びかからない可能性があるような。というわけで次のカードで、次のカードが自我破砕。5マナソーサリーで土地でないパーマネント1つを対象としてそれを追放する。でそれのコントローラーでない各プレイヤーはそれぞれそれのコピーのトークンが生成されると。まあ、だからコントローラー以外はそれのコピーが得られるから、まあ、対戦相手1人をいじめるみたいな感じになるな。なんかお前のそれ潰して俺らはそれ得るぜっていう、なんか結構喧嘩になりそうなカードだけど、まあ、多人数戦ならではのギミックっちゃギミックなのか。そうだね、5マナでそのコントロールってかパーマネント の, そのコピー得られるっていうのは強いけど、他のやつまで行くっていうのがなんか単純なメリットじゃなくて基本デメリットだから、普通に自分だけ得るんだったら強すぎるっていうのでなんか調整された結果のカードなんかな。なんか確かねこれコマンダーなんか2017かな、なんか最強のコマンダーデッキのどれかに入ってた気がするんで、なんか覚えてはいるけど、なんか使った記憶は一切ないな。で次のカードで、次のカード、苦渋の秋。これもネットでめちゃめちゃ有名な関係ミームの人たちじゃん。てか、それイメージされてるだろうな。で、苦渋の秋はこれ、新ワレアなのか。しかも、マジで。なんか、レアリティの付け方バグってね。これ、レアでよくねえか。苦渋の秋なんか別にただの元がレアだしな。で、しかも別にそんな強くもないし。まあ、イニストラード大影の、まあ、レアのカードで、そのソリンが、なんかもう、アバシン嫌いみたいな、なんか有名なシーンですね。もう、お前よりいい女を見つけたぞ、みたいな。まあ、多分そういうストーリーじゃないと思うけど、まあ、苦渋の結果そのアバシンを処らなきゃいけなくなったみたいな、まあ、そういうシーンがカードで、なんかイラストは有名だけどカードはあんま使われてないんだよな。だからそれがこの度なんかこんなシュールなイラストになってくると、なんかまあソリンもいたたまれないような、この箱の中にアバシン入ってるかもしれないから、というわけで、まあ、買ってもねこれ多分100円とかで買えると思うんだよな。苦渋の秋ねその値段もしないんだよね。いやだからまあこれもなかなか微妙さえ6かな。まあリミテではまあ除去として優秀だと思いました。で次のカード、で次のカード、荒くれ者たちの笑い声。こんなん入れんのマジで。まあエルドレインの王権の神話レアのカードで、かなり特殊強度のカードだね。そのランダムでトークンが生成されるっていうさ、紙のマジックをやってる俺たちは一体これどうやって処理すればいいんだってので、まあ当時ね悩んだけど使うことがなかったからあんま悩まなくて済んだよね。そう、毎ターン、トランプル速攻持ちの3、1か、ハンコン速攻持ちの2、1か、速攻と戦場出た時に1点与える1、2がランダムで出んのよ。これどうやって決めるんだろうなっていうので、まあ、サイコロとかで決めれるけど、ただ、この時って結構そのアリーナがさ、なんかグイグイ伸びてきたタイミングだったんで、なんかこんな感じで今後もっとそのなんかデジタル向きの効果で出るんじゃないかなっていうのをね、
すごい怯えてたよな。なんか一時期ね、なんかすごいデジタル向きのカードいっぱい来るなっていう時あったけど、なんか最近減った感じがする。というわけで、エルドレインの王権より新マリアのカード来たけど、まああんまり、価値ないんじゃないかな。強いカードだとは、ちょっと思えんカード、荒くレモンたちの笑い声でした。使われたこともないしな。まあリミテはあるけどな。リミテはよくあるけど、構築では一切ない。で、次のカード。で、次のカード、虚空念でございます。虚空念がちゃんと5時じゃなくなった、脱字なくなったぞ。ラブニカリマスターで、呪文や起動能力、誘発能力を対象とするで終わってた、虚空念が、ちゃんとその後の隠された能力、それを打ち消すがね、搭載されましたね。そう、これ、この間出た時はね、脱字っててさ、めっちゃなんか笑いもんにして遊んでたけど、まあ、ちゃんとこれ脱字ってなくても、基本的にそんな強くないんだよね。虚空念打つために、この3個のさ、シンボル構えなきゃいけないっていうのがね、やっぱ、強くなくて、まあ、強く使えるときは、基本的に自分のターンに相手が何かやってきたときしかないからさ、そうね、まあ、ディセンションより再録で、まあ、ラブニカリマスターで再録されて、今回これでも再録で、まあ、100円で買えるレアってので、まあ、あんまり意味はないカードかな。で、次のカード。で、次のカードが虚空先でございます。まあ、虚空先も、まあ、つい最近のカードだよな。ニューカペナのレアのカードだからさ、まあでもまあこいつの方がね結構今後あるカードだから、まあありがたいっちゃありがたいかな。エスパーカラー3マナで打ち消されなくて土地以外のパーマネントを破壊するという、その打ち消されない何でも破壊カードだから、なんか対策カードとしては強いかもね。絶対に通して何かを破壊するという、まあそれ以上でもそれ以下でもないな。ただそのシンボル3つ固定っていうのがやっぱりネックでリミテだと使いづらさが非常に目立ちますね。まあ、ニューカペナぐらいその3色押しで、その3色デッキしか組みようがない次元だったらいいけど、まあ、普通にやったらかなり使いづらいね。で、次のカード。で、次のカードが野蛮な一撃。まあ、3マナのソーサリーで俺がコントロールするクリーチャー1体にプラに修正与えて格闘するっていう、まあ、ラブニカの献身の、これ古文じゃなかったっけ？まあ、古文だと強すぎるか。まあ、サイズアップして格闘という、まあ、そのソーサリーだから隙全開で晒すけど、まあ、カードとしてはシンプルで、まあ、強いカードだね。ただこれも10円で買えるカードですね。で、次のカード。で、次のカード、騎乗追撃。渋いとこ来たな。これ、1ヶ月期かなんかのアンコモンの、バットリのカードで、これ強いんだよね。2マナインスタントでブロッククリーチャー1体対象としてそれを破壊する。で、ターン終了まで、そいつにブロックされてたクリーチャーがトランプロエルっていうので、なんかルーリング的には結構なんか難解だよな。初心者とか見たらさ、もうブロックしてるやついないのにトランプロエルでもしょうがなくないって思うかもしんないけど、まあそのなんだろう、ブロッククリーチャーいなくなった場合のトランプルって全部のダメージがその本体に行くから、だからその効果の処理としてはまあ全部抜けるよっていうので、まあ分かりやすいっちゃっていうか、その強いカードなんだけど、なんかこれだったらさ、そのアタッククリーチャーのパワー分ダメージ与えるとかにして、なんかそのなんかもっと分かりやすい効果にしてやればいいのになっていうのは当時すごい思ったな。騎乗追撃でした。まあ10円で買います。で、次のカード。で、次のカード、高熱仮説。これ古文やん。古文で、しかも当時、まあ、当時はまあ使ったが、まあ、そのリミテッドではよく使ったカードだけど、まあ、5マナインスタントでカード2枚引いた後、土地以外のカードを捨てた場合は、クリーチャー1体に4点ダメージ与えられるってので、まあ、捨てなくてもいいんだよね。だから捨てないで、アドバンテージだけ得るでもいいし、まあ、引いて1枚捨てて、まあ、火力として使うみたいなこともできるから、まあ、一応5マナで、まあ、クリーチャー除去ってアドバンテージ得てるんだよな。うん、だからものすごい噛み砕いて言うと、予言の稲妻、もうそのだいぶ噛み砕いたけど、だいぶ噛み砕いたら予言の稲妻になる1枚なんで、まあそう考えたら強いのかもしれないですね。まあまあリミテッドは使うだろうな。で、次のカード。で、次のカード、魔性。まあこれもテイロス探魂記のレアのカードで、まあ全然つい最近のカードかな。まあトリシンインスタントでアーティファクトやクリーチャーやプレンズウォーカーが破壊できるという、まあそのなんだろうな、戦慄堀強化版ってことだろうな。戦慄堀が1話のシンボル重くなってインスタントになって破壊できる幅が広くなったっていう、まあ期待した人多いかもしれないけどね、やっぱりマジック・ザ・ギャザリングのね、2マナと3マナはね、大きな違いなんだよな。その打てるのが2ターン目3ターン目ってのもあるけど、そうじゃなくてその2アクション取る上でも、相手のターンに構えるマナにしても、やっぱ3ってね、途端に弱いんだよね。まあだから今んとこ特に活躍もなく、100円で買えるカードでございます。で、次のカード。で、次のカード、伝染病エンジン。伝染病エンジンね、元レアじゃなかったっけ。なんかミラディンの傷跡かなんかのカードで、6マナで戦場出た時にプレイヤー1人対象として、そのプレイヤーがコントロールするクリーチャーの上に全部マイナー1カウンター乗っけると。で、4マナタップで増殖2回行えるから、まあその出た瞬間のマイナー1カウンターで死ぬやつもいれば、まあ次から増殖やってったらさ、普通に死ぬじゃろっていうので、そうですね。相手の戦場全体を焼き払えるカード。で、かつ、まあ、その後、まあ、マイナー1カウンター乗ったりとか、なんか他のカウンター乗ったりしたのも増やしていけるんで、まあ、ギミック的には面白いけど、まあ、あんま強いカードとは言えないかな。多分、ワンコイン以内では買えると思います。で、次のカード。
で次のカードがミニンカ霊柩車、これなかなかありがたいね。まあこれもつい最近のカードだけど、やっぱりなんだかんだで需要があるからね、この霊柩車は。そう、まあ2マナ星押しの機体でタップで単一の墓地のカード最大2枚追放できるっていう、まあ、墓地対策がありつつ、でこいつのサイズがその追放されてるカードの枚数に等しいっていうので、まあサイズ上がる速度もでかいし、まあ墓地帯としても強いしっていうので、まあ何かとよく活躍するカードで、まあおそらくそのスタンダード落ちした後とかも強い墓地帯のカードになるんじゃないかな。なんか赤さ出た時とかはさ、もう赤さが最強だからもうこんなんいらないみたいので無限にされてたけど、まあ、やっぱりミニンカ霊柩車ね、この打点がでかいのが魅力だから、そうね、まだあの持ってない方は、まあ、この機会入手してそのスタンダード落ち後もね、なんか使えるようにしておこうっていう1枚ミニンカ霊柩車でした。まあ、買うとなんだかんだで1000円以上します。で次のカード、で次のカードが精神霊族機でございますね。なんかすごい豪快なの入れてくるな。まあ6マナの伝説のアーティファクトで4マナ払ってこいつを息に捧げると、まあプレイヤー1人のターンを次のターンコントロールできるっていうので、まあ1回こっきりだけどターンコントロールができると。でなんか特定のギミック組むと、まあ墓地からこのカード回収してもう1回使うみたいな、まあそういうループ入ると、まあ永久に俺のターンでありお前のターンでもあるっていう、なんかずっと俺のターンっていう効果はよくあるけど、お前のターンももうないっていうのはね、なかなか無限ターン系のコンボとしては面白いから、まあそういうのも一応やることができますね。でこれ初めて登場したのミラディンの時だったけど、やっぱり対戦相手のターンコントロールするってさ、ちょっとなんか人道的にどうなんて思って、なんか当時ね使うのちょっと悩んだよな。なんか手にしたけど、なんかお店で使ったら殴られそうみたいな思って俺使わなかったもんな。あとなんかどこまでやっていいかも分かんなかったから、ターンコントロールって本当にそのなんかドローアンタップアップキープでマナーも好きなように使って、なんか好きに自爆もしていいのかなみたいなのでね、結構悩まされたカードだから、まあ、思い入れはあるけど、まあ、今となっては別になんだろう、まあ、好き放題やっていいんだなっていうのが大人になってよく分かったね。そう、大人になるとね、みんな冷酷になるから、うん。まあ、というわけで精神霊族機は、まあ、ミラディンからの再録で、まあ、結構再録も繰り返されてるんで、まあ、あんまりがたくはないけど、まあ、リミテで使えるのはちょっと面白いかもしれない。で次のカード、で次のカードが荒神地帯、荒神地帯渋、え、いつだっけこれ、マスクスかなんかのカードだよね。まあ、タップで普通に無色マナ加えられるのと、3マナ払って土地探ることによって基本じゃない土地1個破壊できるっていうので、まあ恒久的に不毛の大地できるけど、その3マナっていうので重いんだよな。不毛の大地連発状態できるけど、まあ一応まあそのまあ土地探ってるけど、まあ不毛の大地も地震探ってるから、まあそこは別に問題ないとしても、3マナが重いっていうので、まあこれを強いと見るか弱いと見るか、まあモダンとかに来たらねちょっとあるのかもしんないけど、そのレガシー以下で使うカードとしては、まあ、不毛でいいじゃんっていうので、まあ、なかなか 日の目を浴びない荒神地帯さんでございました。一応買うとねこれも1000円以上するんで、まあ、当たりのボーナスシートではあるかな。で次が最後のボーナスシートのカードでございます。最後のカードが、丸砥石でございます。丸砥石はね割かし当たりなんじゃないか、買うと2000円ぐらいするんじゃないかな。まあ、1マナのアーティファクトで3マナ払ってプレイヤー1人を対象として、そのプレイヤーはカードを2枚切削する。でこれにより共通する色一色を持つ2枚のカードが切削されたならば、この手順を繰り返すってので、まあまあ、同じ色2枚が落ちたらもう一回削るっていう効果なんだけど、まあ、単色デッキに単純に削りが連発しやすいっていうのもあるけどさ、ペインターでデッキの色一色に変えちゃうと、もうその必ず何がめくれてもその同色のカードになるから、だから相手のライブラリーがゼロになるまでそれで削れるっていうので、まあ、ペインターと丸砥石のコンボは、まあ、昔から結構有名ですね。というわけで、まあ、それのコンボで使える丸砥石さん、意外と再録されてないから入手するの難解だったけど、まあ、この度かなり入手がしやすくなりましたと。はい、というわけで以上がこのサンダージャンクションの無法物におけるボーナスシートの全部だ。どうだった？なんか最初見た時はやべえなと思ったけど、意外と冷静になって見返すと、まあ、外れも多かったなってのはね痛感しましたね。まあ、とはいえさ、まあ、最初にも述べた通り、これ本来は古文の枠だからね。古文の枠がそのなんだろう、精神壊しの罠とかに変わるわけなのよ。って考えたらね、なんかよっぽどその今回のサンダージャンクションのレアが微妙じゃない限りは買いだし、でサンダージャンクションのレアも見てる限り結構強いから、これはね実はね、なんかみんながノーマークなだけですごいなんか力の入ったセットになってるんじゃないかなっていうのをね今思ってますね。今回のサンダージャンクションの無法物、少なくともカルロフ邸殺人事件よりもはるかにいい内容できてくれたんで、そうですね、これはやっぱこちらもね買わねば不作法というのでちゃんと買おうと思いました。はい、というわけで以上、今日のサンダージャンクションの無法物ボーナスシートのお話でした。いかがだったでしょうか。まあ、皆さんのね思うことなんかもぜひコメントまでよろしくお願いします。あとなんか俺が調べてきた値段とかもだいぶざっくりなんで、実はこれ
もっと高い人とかあったら、そういうのもコメントで教えてもらえると、なんか今後の参考になるんで、それもよろしくお願いします。では皆さん、多分次回が、このカード語り最終回になると思いますんで、最終回でもまた元気にお会いしましょう。さよなら。